ご機嫌よろしゅうございます。落語できる和菓子 YouTuber 三遊亭龍楽です。この番組はですね、我々落語家が仕事でもっていろんな地方に行きます。そうするとさまざまな和菓子の名家に出会うわけですね。そして楽屋見舞いといえばその主役は和菓子でございます。そういった数々の味に出会った我々の体験から、まあ、これはいいなと思うようなそういう味を皆様方にお教えして、このお世話になった方へのご挨拶とか、ちょっとしたパーティーへのお土産、そんな形で使っていただけたらなと、まあ、そういった考えで立ち上げた企画でございます。さあ、それでは本日は何かと申しますと、この江戸の風情を感じさせる一品ということでございます。その和菓子はと申しますと、じゃあ柳橋梅花亭さんの呉服餅でございます。とにかく柳橋というところはですね、もう昔からの料亭街でございます。まあ、今はもう閉めてしまいましたが、数々料亭があったところというと、そうするとやっぱりですね、お互いこの芸者さんが好きだったりすると、そういうところに渡したりとかですね、お上へのお土産、あるいはこの料亭さんの方でもお客様へのプレゼントという形で、いい和菓子が育っていく環境にあるわけでございます。こちらとね、品がよろしいではございませんか。どうですか、この可愛らしさ。この大きさですよ。こんな可愛らしい。これもう一口でいきたいところですよね。でもやっぱり、ね、ちょっとこの中のしつらえと言いますかね、それはもう本当にこのね、周りがこの薄いんですよ。あ、それでいてこのこれだけ弾力があるんでしょうね。この豆がね、生き生きしてるんですよ、本当に。このあんの中にね、この溶け込んだ豆なんですけど、溶け込んでないんです。ちゃんとしっかりね、主張してます。あんを味わって、それで豆を味わえる。そしてこの柔らかい周りを包んでくれているこの餅の食感、最高ですね。この
柳橋というところは、まあ、料亭はなくなりましたが、今もそのあれですね、屋形船の船着き場ですから、やっぱりね、いろんな行き継ぎの方が来る、もうそれなりの味の分かった皆さんがそこを行き来しているわけですね。ですからこちらの梅形屋さんも、もうたくさんの需要があって、もうね、ご商売されております。もちろんこの穀餅ではなくてね、もう本当に普通の和菓子たくさん美味しいのがございまして、またそれも改めてご紹介したいわけではございますが、本日はこの穀餅、これね、穀って聞いた時どう思います？あのですね、小さいかなと思ったんですね。で、子供に食ってこれご主人に聞いてみたんです。そしたら、まあ、いわゆるその大福ではないと、だから小ぶりにしようというので小福としたんだけど、やっぱり、小さい福もなっていうことです。福が小さいとちょっと困るんじゃないかというので小にしたというようなことだというお話でございました。でもですね、このやっぱり小っていうものを表したいっていうのはやっぱり江戸前なんですよ。この江戸の言葉っていうのは必ず小が生きてるんですね。例えば江戸小物なんてそうじゃないですか、ね、小さいの。そして普通の言葉でもそうですね、小粋とか、この小ざっぱりした、ね、あとまあ芸者衆なんか見たら、小股の切れ上がった女だねなんてこと言いますね。そういった形でもって小というものを非常に使いたがる、つまり出過ぎないこの江戸の粋っていうものがあるんですね。そこに芸者衆の名前でもそうですよ、小粋さんとか、小絹さん、小政さん、そういった言葉、名前が多いんですね。考えてみると江戸前の落語家でもそうではございませんか。柳家小さん、そして小林と一緒にいますね。小万なんて方もいます、ね、そして今人間国宝の柳家小三治師匠もそうですね。あの師匠はですね、二つ目の時三治って名前だったんですよ。そして真打ちに昇進して小三治になった、ね、ですね。で本人もおっしゃってました、このね、三治だったのがね、真打ちになってここ昇進して小三治で名前が小さくなっちゃった。でがっかりしたけども、よくよく考えてみたら大きくして大三治だったらえらいことだったそんなネタにしておりましたが、まあ、いずれにしましても、この子という言葉、子供の子に書いてますが、これはやっぱり、この日本のその言霊ですかね、子にしたいんだけども子供を当てた、でも子に良くなるなんて嬉しいじゃありませんか。まあ、こういったところにも江戸前の下流界の粋な、いや小粋な心意気が感じられる品でございますね。本日ご紹介いたしましたのは、江戸下流界の味わいと言ってもよろしいでございましょう。まあ、これはね、大きさもちょうどいいですから、このことにね、ご婦人方、そして味にうるさい方、そういう方にお持ちになったら皆さんの評価はぐっと上がると思います。本日は柳橋梅花亭の小福餅をご紹介いたしました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日もご大工様でございました。